昨日の滑りはどうしたんだよ。だってさ、全然別人っていうか。さっき鬼ごけして死にそうになったの忘れたか？お兄さん、僕と S でビーフしようよ。久しぶりにレベルアップの音が聞きたいんだ。いいでしょ？ S でのルール、チェリーブロッサムはあそこだけの名だ。無駄だ。お前とアダムとでは次元が違いすぎる。俺がアダムと滑ってたのは S が始まるずっと前だ。奴はこう呼ばれてる。愛のマタドール。以前の君とのビーフは遊びだった。だが今度のアダムは本気だ。いい加減にしろ。スケートなんかで人生を棒に振るつもりか。僕みたいな若輩者が剣伝会長なんて。ワクワクするな。君が僕にぐちゃぐちゃにされた時、ランガ君はどんな顔をするかな。いえ、こんな時間に店長一人じゃ心配ですから。僕が良ければいつだって。それは24だ。それにシャドウって誰のことだ。そう、今日はなかなかうまくいったの。焼き加減が。落ち着いて、大げさにしちゃダメ。思春期の男の子は恥ずかしがり屋だから。長浜ダムの談合疑惑についてお話を伺いたいのですが。失望しましたわ。古臭い派閥の論理に従って先輩議員をかばうなんて。俺こそ余計なことを言ったかな。オーナーに話してみるよ。まだ雇うって決めたわけじゃないからな。何がかっこ悪いの？まあお兄ちゃんがかっこ悪いのはいつものことだけどね。じゃあ誰がかっこ悪いの？お兄ちゃんのバーカ。バイトで字を書く仕事があったらバレる。これってできなきゃ。今のどうやったの？お腹空いてませんか？とか。まだ治りきってないだろ。